はい、皆さんこんにちは、株川カントリーです。今回はですね、春になったということで春の生き物探しをしていきたいと思います。僕の場合はちょっとカテゴリーに分けようと思います。今回はこの河原周辺の生き物を探したいと思います。河原周辺のところで結構ちっちゃいのが結構飛んでるんですよ。そのやつとかね、そういう今日はね、この河原周辺の生き物を10種類見つけるまで帰れまてんをしたいと思います。で、今から探していくので、あと今日はね、図鑑を持ってきました。なのでその図鑑に載っている10種類の生き物を探していこうと思います。ではね、まず探していこうと思います。見つけましたね。まずここにクモがいますね。ここにですね、これ、お早い。これ、おっと、ピンと合った、オッケー。これは何雲でしょうかね。この雲ですね。隣に小さいアリもいますね。ここに小さいアリがいますね。クロヤマアリがいますね。ここに巣があります。これクロヤマアリですね。これで3種類目ですね。ここにもなんかいますね。でしょうかね、これ。ここに七星テントウがいますね。この裏にこれで、その上にですね、ここにアブラムシいるんですよ。ここに見えにくいですけど、このね、真ん中に密集してるんですよね、アブラムシが。これで2種類でゲットですね。おっと、アブラムシの近くに七星テントの幼虫もいますね。今お食事中ですね。食べてます、アブラムシを大量に。ここにアミメアリがいますね。アミメアリ、これで6匹目ですね。6種類目。このちょこちょこ歩いてるやつですね。この裏側とかに飛び上がってったら、ハサミムシがいましたね。これ結構いい感じの、さっきのアミメアリこんなんですね。石の裏によくいましてね、こいつはね、女王アリがいないんですよね。ここに巣がありますね。ここ、この石の穴、ここが巣ですね。こんなとこにハムシがいましたね。これかわいいですね。これちっちゃくてとことか歩いてますね。ちょっと撮ってみましょう。さっきですね、道端歩いてたらですね、この生き物を探しましたらですね、とてつも可愛いね、生き物が取れちゃいました。これなんとですね、日本カナヘビ取れちゃいましたね。これ結構お腹が大きいんですよね。もしかしたら卵があるかもしれません。この子はね、家に持って帰って育てようと思います。よいしょ。アマガエルもいますね。ここに可愛いですね。やはり爬虫類とか両生類もね、もう出てきてるみたいですね。もうお腹を空かせて、多分そこら中にね、ちっちゃいバッタがぴょんぴょん飛んでるんですけども、多分それを、ね、食べるためにちょっと狙ってるんだと思います。おっと、話してたらいましたね。この奥のこれヒシバッタですね。これ成虫ですね、ヒシバッタの。こいつはですね、結構模様がね多くてですね、ヒシバッタって結構小さくてですね、羽があるのにかかわらず、飛ぶことができないんですよね。なのでその代わりにジャンプ力が結構高いです。ハエトリグもいますね、真ん中に。これこの子はあんまり動かないんで写真が収めやすいですね。
ちょっとごめん、これガガンボが取れちゃいましたね。こいつ掴むのが難しいんでね、羽を1枚持つとこうやって暴れちゃうんですよね。すぐ離してあげましょう。写真に収められたんでね、動画とかに収めることができたらね、逃がしてあげましょう。ほい、モンシロチョウが飛んでますね。見えますかね、ここ。これ難しいですけど、ついに収めることができました。動画にモンシロチョウですね。やっとチョウをね、動画に収めることができました。これで昆虫がね、10種類ゲットできましたね。じゃあね、あとはね、家帰ってね、そのトカゲのね、今日捕まえたトカゲのね、飼育セットをね、作りたいと思います。はい、帰ってきましたね。そうですね、まあもうこのまま詰めちゃったんですけども、このね、僕クワガタのマットを使ってるんですけども、あのいつも爬虫類とかにも、それでですね、この爬虫類のね、マットがないんでね、その砂利よりもこっちの方がね、あのいいんですよね。でね、あの砂利とかにすると結構まだね、春なんでね、あの夏だったら砂利の方がいいかもしれないんですけども、まだ春なんでね、多少寒くなると思うんで、ちょっとマットにしてあげてます。でね、これにね、今からね、隠れ家を入れて、あとはね、このね、ちょっと入っているんですけども、サランギのね、割り出した後のこのね、木をね、ちょっとずつね、入れて、これね、結構本当に冷たいんですよね、触ってる感じでも結構冷たくて、で、この冷たいのも合わせるとね、だいたい湿度とか気温とかもね、保たれますし、あと、あの寒かったらこのマットの中潜りますし、あの暑かったらね、この上の中で休む、上の中っておかしいね、上のところでね、休むでしょうし、結構ね、その工夫が結構必要かと思います。なのでね、今からやっていこうと思います。気に入ってもらえましたかね。でね、このカナヘビちゃんはね、この石にね、こういう感じで隠れ家にしてあげました。まだ慣れてないからな、でね、このカナヘビはね、この草むらとかに生息してるんで、こういう木をね、たくさん入れれば入れるほどいいみたいですね。こういう平べったい木を入れておくと枯葉みたいになるんで、隠れ家になりやすいんですよね。でね、餌はね、ちょこちょこ与えていこうと思います。またね、この子はね、動画にしていくので、またまた応援よろしくお願いします。でね、この動画が良かったと思う方はグッドボタンと、でチャンネル登録の方をよろしくお願いします。で、あとコメントもお待ちしておりますので、良ければコメント書き込みに来てください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。